はいどうも、ロスティアです。はい。えっと、こんばんはと。はい。えっと、あもう日付もか、もうね、2時ぐらいなんだけど、まあちょっとね、今日帰ってくるのが、えっと、1時ぐらいだったんで、まあ帰ってきてちょっとゆっくりをしている間に <laughs>、この時間というか、もうね、えっと、2時前になっちゃったんだけど、えっ、ー、と、一応ね、報告というか、告知というか <laughs>、 あのー、切り抜きをね1本アッ,プしましアップっていうか、えー、とセットしてますもうすでに完成して、あのー、時間セットしてあるんで、えー、と明日の夕方にアップされると思います思いますというかアップされますね。 い、あ <laughs> そんな感じかな <laughs> 正直報告事項それしかないよね <laughs> あの2本3本作るっていう想定ではあったんだけどちょっと今日時間が足りないので時間も足りないしちょっと俺の集中力が持ちそうじゃなかったんでマジで眠くなって途中で <laughs> あの1本仕上げた時点でもうちょっと眠かったんで軽く寝てたんで <laughs> あの編集どころじゃなかったね あーっとまあそんな感じですね。あとはなんだ、えっと、えー、っとね、昨日から、まあこれサムネでちいかわに渡してるんだけど、まあこれなんでちいかわにしてるかっていうと、まあこの,このフォルムがめっちゃ好きっていうのもあるんだけど、このフォルムめっちゃなんかね、そのちょっとうつむいてる感じ言っちゃいいんだけど、まあそういうことじゃなくて、えー、っと、5月2日からなんかファミマでなんかめちゃうマーケットだったかな。 ちいかわの,チーカーの、ね、やつコラボがやっててえっ、ー、とまあなんか時間差でなんかポンポンポンってなんか何種類かの <laughs> コラボがあるらしくてまあお菓子だったりとかまあお菓子はもう今やってるんかなあとなんか他にもなんかパンとか何かいろいろあるらしくて今後ねその新しいやつがどんどん出てくるみたいなでまあ今はなんかステッカーみたいなやつまあそれステッカーはねえー、と買っと買ってきたというかもらってきたんだけど まあ他にもまあいろいろお菓子とかねあったりまあお菓子はあれだけどえーみたいなのがあったりとかしててまあ言ってもそのまあね地方というかその場所柄にもよるんよね言ったらそのファミマの数が少ないところだと当然ねそれ田舎とか都会関係なく田舎でもめっちゃあるとこあるからファミマとかねなのであの田舎とか都会関係なくファミマの数が えと多いところであれば、まあ、分散するんで割と変えたりするんだけど、あのー、例えばその数キロ圏内に1個しかないとかだとそこに殺到しちゃうんで当然ねその子供とかもそうだし、まあ、女の子とかもそうだしその好きな血が側が好きな人がね殺到しちゃうのでまあまあそう,そうすぐなくなっちゃうよね。 あのそれこそファミマとかって、あのホロとかとも、あのまあニジもたまにやってるけど、コラボをね、やってること多いよね、V とかと。で、ああいうのも、なんかあのカードとか、俺はあのこの前、みこちのね、カードもらったんだけど、あれとかも、俺、みこちの、まあね、他にも残ったか、誰か、他にも残ってたいたけど、あれ、多分ね、5種類か6種類ぐらいあったはずなんよ、あの、ホロのね、カード。 なんだけどそれもみこ,ちみこちしかってことないけど2種類か3種類ぐらいしか残ってなかったからもうその俺がねそれもらった時点で結構前の話なんだけどだからまあなんかそのすぐなくなっちゃうよね言ったらまあその言ったらお菓子を3つ買えばとか2つ買えばとかそんな感じじゃないまあ今回のちいかわのやつは3つなんだけどまあ2つだったりとかこのぐらいの値段も買ったりとかとかまあ対象商品を1つ買ったらとかまあいろいろあると思うよこれは あの別にそのファミマに限らずセブンとかローソンとかあのデイリーヤマザキとかいろんなところでコンビニでタイアップでやったりしてるんだけどいろんなイベントがねまあまあ大体そうなんよその対象商品を1つ買う2つ買うみたいな感じでもらえるみたいな感じだよね言ったらであのまあまあそんなやつなんだけどまあ大した金額ではないのでぶっちゃけ言ったらそ,のそれ自体の金額がないので そのグッズっつってもさぬいぐるみとかだったらそれ自体が数千円したりとかするのでもちろんねだからあれだけどそのお菓子なんてさそういう百何円とかだから3つ買ってもまあ3400円だよね3400円で手に入っちゃうのででしかもそれがさ後々それそのもちろんその希少性とかもまあいろいろあったりするしその物が物なんで紙とかだったりするとまあねどうしても劣化したりするのであれなんだけどまあ何にしても希少性はあるし言ったらその その時期限定なわけじゃん。これも多分ゴールデンウィークと5。5月とかかな。多分限定だしまあ限定云々関係なく売り切れたらなくなっちゃうし。で亡くなったら亡くなったらもう。多分そのこういうのって再販。同じものが全く同じものが再販されることはまあまずないので、まあ言っても希少性は出るんよね。その何年も経った時とかにこんなのが過去にあったって。こういうのをさ例えば。 そのまあ、売らないけどさそういうなんか買い取りショップとかでって結構な金額になったりするんよね言ったらまあ結構なっつってもまあ物が物だからまあ数千円とかかもしれないけどまあ出回ってる数が多いのでねだからまああれだけどまあそれにしてもまあ言ったら結構な金額になったりするんよだからしかもそれの元手が数百円なわけじゃんまあだから1,000円になってもでかいわけよ倍以上だしね だからまあ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 そういう意味もあってまあ転売屋とかあんまりないそのちょっとすぐに売れないので正直ねあの金値段が上がるかどうかも分かんないものに投資することはまあまずないと思うんで転売とかの心配はあんまりないかもしれないけどただまあそのそれもまあ多少はあったりするのでね。 だからまあその場所柄よね本当にそのファミマがいっぱいまあね正直俺の家の周りはファミマがめっちゃあるしまあ家じゃなくてもちょっと行けば何歩でもあるよ本当にファミマなんて多分もうその数徒歩数十分の圏内に多分10はあるんで正直ファミマがその10を全部回ればその多分全種類集められるんよねまあ今集めてはないけど。 まあ、たまにでもね売り,売り切れてはないけどなかったりするところもねでにそのなくなすでになくなってるというかまあ今出してる分がなくなってるのかまあ言ったらその何日かに分散してばこうとしてるねその,そのお店がねしてるのかもしれないしまあよく分かんないけどなかったりするところもあったりしたのでまあそ俺が探し方が下手だったのかもしれないけどまあまあいろいろあったりするよやね、まあ、ちょっとこのイベントは楽しみだね、まあ、俺も友達からさ、まあ、この話をまあもともとまあ元々知ってたけど なんか,か買ってきたみたいなことを言っててそのあじゃあ俺もちょっと買おうかなと思って今日ちょっと出かけたついでにねあの行ったんだけどまあいいよねああのまあでも俺ステッカーよりねなんかどっちかってまあプロマイドなんだけど一応ねブロマイドかなんだけどなんかどっちかってうとカードとかの方がまあありがたいかなまあ本当はなんかぬいぐるみとかも欲しいんだけど持って帰るのも大変だしね。 それに、まあ言ったら、前にも言ったけど、ちょっとね、汚れやすい色なので、ちいかわは。っていうのもまああったりとかするよね。で、まあついでに、さっきの話の続きなんだけど、このちいかわのフォルム、このところね、試験に落ちた時にこう丸まってさ、しょんぼりしてるやつね。なんかね、しょんぼりしてるだけなんだけど、っていうかまあ、もともとちいかわに限らず、ちいかわ族って頭でかいじゃん。言ったら、これも、これ見たらわかると思う頭でかくて銅がちっちゃいでしょ。 なんだけどこうなんかちょっとうつむくと余計このでかさがフィーチャーされてなんかそのフォルムがめちゃくちゃ可愛いんだよねなんかその元の状態よりねな元の状態こんな頭でかかったっけみたいなのもあるんだけどでもそれがなんか余計になんか可愛らしく見えるなっていうこのちょっと眉毛がねあのハの字になってるのもさなんかいいよね ハチ <laughs> 割れがめっちゃなんか困ってるけどまあそりゃ困るよねこの状況ってさなんかこれなんかギ,ャギャグっていうかネタってミームにされてるじゃんそのハチワだけ受かってチーカワが落ちるっていうくだりってさまあそもそもチーカワをさ漫画の方で見てる人だったらみんな知ってるじゃんあのアニメで初見の人だったらえチーカワだけ落ちちゃったんだってなるけどさ言うって大体の人知ってるから見てる人は、うん、だってしかもその漫画って言ってもまあ一応そのね その本とかそういう文字媒体文字媒体というかその紙媒体でも出てるけどその普通に、ね、そのツイッターで連載されてるものなので誰でも見れるし言ったらそのお金をが発生せずに読めるものなのでちいかわの漫画っていうのは基本的にねだからその好きだったらすぐ見れるわけじゃん買わなくていいわけだからお金もかからないわけだし言ったら。 だからその大体の人がねやっぱ知ってるんやだってちいかわに興味があるんだからアニメ見てるぐらいだったら絶対好き,なわけ好きというか興味があるわけだからだからもうみんなほとんどの人がその落ちることなんか知ってるんよね <laughs> 言ったらそちいかわだけが落ちて8割が受かるみたいで確かにこのシチュエーションってめちゃくちゃ確かに気まずいよね。 あの2人で試験をなんか何らかの試験を受けた時に1人だけ受かって1人落ちるみたいなまあ俺も経験あるよ俺が落ちる方でな <laughs> 俺これツイッターでもチラッと言ったけどほんまに俺だけ落ちたことあるけど気まずいよ気まずいしさすがにね俺はチーカマみたいにこんなにその露骨にへこんだりはしてないけどまあ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 よかったなお前ってその受かったやつの方に言ったりとかしてたしその,その時もねまあ言ったらなんか周りからはちょっと言われたんだけどその試験落ちた時にね あのー、結果発表があって、でまあ、例えば合格しましこれ、このちいかわみたいにさあの、合格です、不合格ですみたいなのが出るわけじゃん、発表が。で、その時点で、例えばその、じゃあ、落ちましたってなったにそに、その当日、まあ、言ったらその結果を発表された時きね、まあ、この今、ちいかわのこのリアルタイムの時ね。 あのこの時ってそんなになんか残念だなとかうわーとはならないよねなぜならこの草むしり検定もそうだけど何回でも受けれるじゃん基本的に別にその1回しか受けれないわけではないから俺が受けた試験とかもそうだし、まあ、あの言った車の免許とかもそうだしあの別に落ちたからってもう1回受けれるわけじゃん基本的に、まあ、確かに車の免許とかだと結構な金額発生しちゃうのでその教習とかにね だけど別に教習だってさ別に家で勉強することはできなくはないんでテキストとかってねだからまあもちろんその,実あのその実地研修というかができないからまあそれはしなきゃいけないんだけどただねそのまあ金はかかるけど受けることはできるんで基本的に落ちたとしてもねだからそこまでへこむことでもないんよね言ったらその時は落ちた瞬間はでもなんか後からなんかその ななんかか辛くっっちゃったんよね正直後から割とあーでも落ちたんかと思ってあーまあまあ次受ければいいわーって最初思うよあーまあまあ1回,目1回目とか2回目だからしょうがないなとかと思うんだけど正直あの後からなんかだんだんなんかあ落ちたのかーってなるよね普通にだからまあこのちーカーみたいにこのこの初,初見「はい落ちました」ってなった瞬間にここまでへこむっていうのはまあやっぱり。 そのちいかわ自体がまあ本当にメンタルが子供なのでまあ別に幼体とかではないんだけど子供なのでなのでまあこういういに露骨にというかパッととこうなるよねあの子供とかでもさなんか高校の試験とかでさ受かったり落ちたりした時に泣いたりする子ともいるじゃんか言ったら落ちたりしてねだまあそういうことだと思うよね正直ね。うーん まあでもその8割の立場からすれば相当気まずいだろうねとは思うよね。なんか優越感を感じることも俺の性格上だったらあるんだけどまあ8割みたいに優しくないので <laughs> だけどまあ正直俺その8割の立場になったことないよねぶっちゃけその2人とも受かったことはあるし俺だけ落ちたこともあるけど俺だけ受かったことは正直ないよね過去にこういうことで。だから なんかね <laughs> だからなんかそういう描写が本当にねなんかよくネットでも言われてるけどその長野先生ってこういう描写このなんか気まずいとかなんかあの何とも言えない状況その人間関係みたいなものを描くのがめちゃくちゃ上手くて正直その。 読み合い掛け合いのさ「なんかハンター×ハンター」とか富樫、ね、先生みたいなさああいうノリに近いんよねまあ「ハンター×ハンターで、ね」よく例えられるけど「悠々白鳥」とか「ちいかわ」でねよく例えられるけどだけど、あのー、本当にそうだよねなんか読み合いみたいなのを展開したりとか伏線張りまくったりとかってもうほんまにそうだよなと思うよねちいかわ。ちいかわっていうか長野先生はね本当に。 なんかそういうういいととこ面白よよなと思うよね, <laughs> なんかねまあなんかこの回ってもうさっきも言ったけどみんな知ってるわけよまあみんなじゃないけどまあ大半の人がだからちいかわだけ落ちるっていうことを知ってるんだけどただなんかその見せ方すごいうまかったねこれはまあ長野先生というよりもそのアニメのスタッフなんだけど。 すすごいいい見せ方するその無音音でさ音楽ない普通だったらちいかわって BGM あるよね「んふ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 ん」みたいな BGM あるんだけどその BCM がなくてでずっとその音なしの状態で声だけなんよね。で声だけでなんか8割がなんか最初にこうまあこれはまあその原作の漫画通りなんだけどあの8割がふじあの数字自分の数字ふわっと探したら「あった」っつって「やった本当に受かったよ」って言おうとした瞬間にちいかわ固まってるよね。 でその時点で落ちたことが確定してるんじゃなくてあのちいかまだ分かってないよ。あれって俺あの僕の番号ないよみたいなあれあれだって93かなんかでね。であれ90えだって ?91 でした9え 94? あれ 3, ?3 がないっていうのがえあれみたいな感じになっててで最終的にえないないってことは あ受かからなかったんだあ、落ちちゃったんだって思った瞬間に横で8割がさあの「あ本当に受かっちゃった」で、途中で止まってるけど多分聞こえてるからあの「あっ8割受か友達は受かったんだ」と「で、僕だけ落ちたんだ」みたいな。 の方が分かってもう,もうその時点で、ね、で、まあ、いつものちいかわだったら泣きわめくまああとで泣いてたけと思うけどその普通だったらもう泣きわめくとこだけど泣くわけでもなくただ単に「うー」みたいなもうあのこのこの表情でずっと「うー」みたいな、うん、あの本当に悲しい時ってまあこうなるよねっていう状態の表現がめちゃくちゃうまいよね。あの泣きわめくよりもなんか本当 本当に悲しいときって泣きわめくとかじゃなくてもうただただ沈むみたいなもうただただそのしんどいからもう何も喋れないしうーんってうつむいてぼーっとするだけみたいな誰かに話しかけられても上の空みたいな多分そういう状態の描写がめちゃくちゃうまいよねこのチーカーはねうーんはいまあそんな感じでまあチーカーはまあ次がね金曜日なんでまあねゴールデンウィーク えとまあ、6、7が土日なので結局、まあ、ちょっと普段より長いのかな、ゴールデンウィークが 1,、まあ、1日ぐらいだけど長いから、まあ、次の金曜もまだゴールデンウィークの中なので、まあ、どんな、まあ、言ったらそこにぶつけたのかなそのわざわざその結果発表というこの草むしり検定編っていうさちょっと大きなイベントを、ね、多分、この後は悪夢編とかが入ってくるんじゃないかなと。 あれって確かその1回落ちてその2回目の試験に向けてなんかちいかわがめっちゃ勉強してる時に起きた話だったと思うねあの黒い黒い星みたいなやつが「あ黒い星じゃねえやあれはループか」じゃなくてあのなんかあのバクだあの悪夢を見せるバクあのあのまあ一応キメラの一種なのかなあれも。 みたいなやつが多分続くと思うのでまあそれもそれでちょっとあれも結構闇深いエピソードなんで多分あのちいかわの中であのループ編とあの悪夢編が12を争う多分闇深胸クソエピソードなんでちょっと楽しみかなと思うけどねはいロズティアでしたバーイ